ひざめ青春の1ページ青春選手権どうした大丈夫か何が起こったいやじゃあ、毎回いろんなこう言い方してて、なんか今日何部ですか部今日はなんかねヘロヘロな感じで言ったなって思いました。はい、了解。失礼オーバー、リスナーの皆さんから送っていただいた実際に体験した青春のエピソード、こんな青春を過ごしてみたかったという夢のシチュエーションを紹介し、どのくらい共感できたかを私たちがそれぞれ0ライドから5ライドで判定するコーナーです。はい、今回はゲストのオニードンを加えた、オニードン、イエス、ちょっと面白いイエス、オニードンを加えた3人の合計が12ライドを超えた場合殿堂入りとなり、はい、僕たちの記憶深くに刻まれることとなります。はい、特に何かがない。そうなんです、そうなんです、刻むんです、心に刻む。それって素敵なことじゃないですか。そうだ ね、一生僕らの記憶に残るわけですよ。そうですよ、何物にも変えがた、はい、さあ早速じゃあお二人ご紹介しましょう。はい、まずは青春ネームたぬきの里から来たたけどんさんからいただきました。たけどん、ありがとう。ありがとう。なんで言ってなかった、ありがとう。あどんって言うの。私が中学校の時に体験した青春です。当時好きだった男の子に勇気を出して、ねえ今週のお祭り一緒に行かないと誘ってみました。すると、おりサッカーあるから無理と断られてしまいました。しかしその日の夜電話がかかってきて、あのさ練習なくなったから祭り行けると言われました。祭りの当日二人で歩いていると、あれ〇〇彼の名前じゃん、お前何練習サボってんだよと彼を呼ぶ声がしました。前を見るとサッカーのユニフォームを着た彼の先輩たちでした。私があれ練習ないんじゃないのと聞くと、彼がうるさい祭り来たかったんだろと照れながらうつむきました。わざわざ練習をサボって来てくれたんだと思わずキュンキュンしてしまいました。これちょっと前のなんかもだえてますね。やばいですやばいです。あ、これ女子にはすごい、いや、キュンキュンしますけど。しますけどね。うん、すごい。あ、そう。すごいです。これいい。これいいです。ヘロヘロや。あらら、スタッフの、すごい、スタッフの女性陣もみんな。一人、なんか紛れて、あれ男性も一人。俺と同い年のおっさんも丸にしてるぞ。いや、いい。この不器用さ加減がいいんですね。一回断りの。そう、ね、うん、でも、無理っていうすごい辛い言葉だと思うんです、私。無理って。うん、重くないですか。完全な拒絶ですね。そう、無理、うん、無理ってちょっと言ってもらっていいですか。どうしたどうした本当に。やっぱりなんか辛いことがあったんだろ。なんかあったよね。ちょっと無理って辛い思いをしたい。でもちょっと待って、いい思い今後ないけど大丈夫。これから何かあるかな。あるかわかんないけど。辛い思い。じゃあちょっと一緒にクレープ食べよう。あ、じゃあどっちも。じゃあ。せーの、無理。これでいいんですか。こういうことですか。まあ、そうなんです。辛いです。せーの、無理の方が辛いよね。多分、普通に無理って言われるより、合わせられて、せーの、無理はきついでしょ。いや、この辛さを今ちょっと体験したかったんですけど、でも、それがある、あって、その後に電話で、やっぱり行こうなんて言ったら、そんなの、まあ、好きだけど好きになっちゃう。好きだけど好きになっちゃう。うん、名言言ったら、もう、かぶせちゃうんだな。そう、もっと好きになっちゃう。好きだけど好きになっちゃう。好きになっちゃう。いや、無理でよかった。どういうこと？あ、一回無理が。心に聞いてきた。聞いてきた？はい。そっか、確かにね、これ、いわゆるツンデレ的な感じですよね。そうですよ。嘘ついてるわけですから、他の人に。これさ、最初の、悪いサッカーあるから無理の段階では、どうだったと思いますか？恥ずかしかったね。彼的に。もう、すでに、ドキッとして、多分、電話越しで顔赤くなり、ちょっと汗ばみ、どうしようかなって迷うけど、いや、そんな行くなんて言えるわけない。まあ、もちろん練習もあるし。っていうので、ちょっとテンパりつつ、悪いサッカーあるから無理、だったんですかね。思わず言っちゃったんだね。その日の夜、電話がかかってきた。その日の夜、すぐですよ、だいぶ。きっと男側からしたら、ああ、もう俺のばっか。そうですね。これを言ってからの3、4時間ですか？多分ね、自分、これ、部屋
部屋かな、部屋です、部屋で多分ずっとこうやって、うん、今カイさんが部屋、部屋ベッドにバーン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 全然集中できないんだよな、みたいな。で、これ、今日俺行かなかったら絶対後悔するな、ってなって、こうちょっとね、こう、やりかけて、ペッペッ、で、いくらで何回か切ってますよ、これは。そのぐらいの思いが詰まってる、この言葉ですね。一回メールで返そうと思ってるかもしれないし。最近の子はいいよね。本当ですよね。直接繋がれるじゃん、メールでも電話でも。家電で、だと ね。一回母とか父のね、壁がありますからね。そう、すっげえ高い壁だった。夜分に申し訳ありません。普段絶対言わないような、ね、名前で訓呼びとか、名前でちゃん呼びとか言えない。何々中学校の何年何組、何々です。何々です。携帯があるっていいっすよね。いいわこれ、うん、だから小学校でもそういうさ、彼氏ができたりじゃないかな。小学校で彼女とか彼氏ができるって結構当たり前らしいですよ、うん、だから我々の時からすると、やっぱそれはまあなんだろう、今と、ね、根本的に違う部分はあるかもしれないですけど、連絡が取りやすくなったっていうのは、そういう意味での発展がしやすくなってるっていうことなんでしょうね。つな、ね、がりやすいんだね、つながる世界へ。まあまあ、確かにね、うん、世界の人ともつながれるけど。お兄どんは優しいな。なんでとか言うんですか。いやいや、急になんかすごいグローバルなこと言うじゃん。頭いいこと言おうと思った。ああ、逆効果ですよ。ちょっと。はい。いや、まあね、これ、甘酸っぱいですね。うん、ね、はい、ね。さあ、はい、このメールを、我々がさっきご説明したように、うん、判定ゼロライトからゴライドまでで判定しましょう、うん、はい、よろしいですか。はい、それではこちらのメールはゴライド、お、5、5、4、うん、ということで合計14ライドで我々の記憶深くに刻まれることになります。刻んで刻んで刻んで、はい、だいぶ刻まれましたね。刻まれましたね、うん、これはいい話ですね。いい話です。はい、はい、これあのもう僕的には5だったんですけど、うん、5だったらもうなんか繋がりやすくていいなって、ちょっとした嫉妬です。お兄さんの嫉妬が、嫉妬がマイナス1。そう、僕の時代にはそんなことはできなかった。そう、僕の時代、じゃあ僕も4かな。あ、減ってる減ってる。刻んできましょう。ちょっと平成生まれにはわからないかな。ね、でも私小学生の時から携帯持ってた。うわー、小5から持ってました。はい。ちょっと仲間でしょ、皆さんの思う青春の1ページをどんどん送ってください。以上、青春選手権でした。